ヒロチン・フジロー、ゲーミングメガネ。おーはーはい、ということで、えー、今週1週間あったゲーム以上について、えー、デブメガネことヒロチンと、えー、キモメガネこと、フジさんが話し合うラジオになってます。いつも皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はオリジナルの挨拶で、始めしていきましたね。え、もう一回ちょっとお願いしていいですかおーはー <laughs> いや、それ、カトリ・シンゴと音じゃ混ぜたみたいなのやめてもらって。<laughs> おい、お前、おはー、お前、カトリ・シンゴっつったの、ね、今、お前。 山ちゃんだからあれ、あれおはスタの山ちゃんが、おっはーって、その、信号マままで、おはーってパク,パクるっていうか、完全にそのままやって、それをでも、後からちゃんと山ちゃんに、オッケーって言われたって言ってたから。あれでしょ、ょおはスタっすよね。おはスタ、おはスタ。おはスタがやってないから、やっぱ、テレ東ないから <laughs>。ゆとりとかじゃなくて、<laughs> そう、あの時代とかじゃなくて、<っ>て <laughs> 鹿児島出身だから、その、山寺さんが知らないんですよ、オッハーが。スマップ、スマップのが先なんだ。 カトリ君のもんっていう僕の頭の中にありますけど <laughs> あとシンゴ君が普通こんなんゴちゃんとかシンゴ君ならかるけどカトリ君は聞いたことないカトリゃん目ってえっそう年上ねそれカトリ君 <laughs> <laughs> いいんですよそんなことは <laughs>、はい、え今週1週間ねちょっといろいろありましたけどもはは、うん、はいはい、はいちょっとね僕ちょっと富士山と話したい内容があれ<え>僕と話したい何ですかツイッター、Twitter、でですね、はい、e スポーツにハマってはいけない理由っていうツイートがえちょっと話題になってまして今あなんかその、まあ、注意喚起的なねその子供とかにその、うん、あんま夢与えないようにみたいなそういうことかうん そうなんですけどそれが結構炎上しちゃってるというか、うん、炎上あらあまあちょっと富士山にも今送ったんでちょっと一緒に見ていきましょうかはい,はい、はいはい、ちょっとじゃあ見ていきましょうはいけない理由その1不健康あーまあまあね確かにそれはね否めないねぶっちゃけその理由が長時間椅子に座ってモニターを見続けることが視力の低下や腰、うん、まあその視力の低下に関しては僕らはもう何も言えません まあでも俺はもう小3ぐらいからだからねもうで小3からゲームやってるでしょうんゲームでっていうのは確かに何とも言えないねまあわかんないけどねそれ視力の低下や腰はい、うん、僕腰もねあんまよくないんで、はい、ああまあでも俺は AK 使ってからは腰とかは全然ないなああはい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 、はい、全然ない僕,僕もねそんなひどくはないんだけどやっぱ時々なんか立った時にまあまあそれ,それはもう多分座りすぎでその体勢が固定されてってことだろうね そうそうなるほどね体への負担につながることは言うまでもないけどプロゲーマーたちは口を揃えて健康には気を使っているというが彼らの多くはデブかガリあらちょっとこれは言い方がねやんちゃななのかなちょっとね50%がもう当てはまってるんですけどねうちも,う俺もぜこれ全部当てはまってる <laughs> 視力の低下腰、うん、デブ <laughs> <laughs> 全部当てはまっちゃってるからも何も言えなくて <laughs> ななああ確かにまあでもそれはまあなんだろうなちょっとピックアップしすぎかな、うん、痩せてる,もいるかてる人もいっぱいいるしねうん、うん、なんかデバかガリー以,以外もいるしあとちょっと言い方悪いけどあの、うん、体を動かすスポーツじゃない競技将棋とかテーブルゲーム的なさ、うんうん、ので言ったら多分同じ割合ぐらいじゃないの,その <laughs> いや俺もソフトなんかとかそういうさ んか将棋とかもあれ正座してますよね正座とかあんなんもんかそっちの方がよくないみたいな思っちゃう感じはするんですけどまあ1個目がこれで2つ目何も学べない何も学べない近年目立つ競技性が重視された若者向けの対戦ゲームは特にひどいだあ e スポーツのことだね要するにこれは e スポーツ ってはいいけない理由ゲームとかじゃなくて、うん、e スポーツってことですかね。仲間との会話でコメ力がつくというものもいますが、はいえー、おク同士の会話で一体何が成長するのか,か攻撃的だねだいぶ <laughs> いや結構攻撃的<ー>まあそれが多分炎上につながってるんでしょうけはい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 、はい、これはどうです藤井さん聞いてみていやーなんだろうなあのでも、うん、なんだろうそれは e スポーツがっていうよりは うん、スポーツだけにしてるからってことだと思うんだよね。その、なんつうの、やってることを。例えばさ、多分同じ感覚で、うんその、それしかやってないって、例えばスポーツ選手とかもそうだけど、うん、活躍するじゃん。けど、実際めっちゃ変な人なんですみたいな噂とかあるじゃん。裏では実は変な人。別に悪い人とかじゃなくてね。うんうん、それにのことだと思うんだけどね、別に。ただ、e スポーツだけやってたら、それはそうなるけど、 そういういいわけじゃないじゃゃなん<れ>別にこれちょっとよく分かんないのが、うん、競技性が重視された若者向けの対戦ゲームは特にひどいって書いてるんですけど、うん、僕ね何も考えずにゲームをやるよりか、うん、競技性が重視された若者向けの対戦ゲームの方がまだ学べることはあるかなって思います、ね、考えるんですよね、うん、勝つために。まあ確かにで出るしなその勝つ勝たないのさ、うん、も俺も俺はねやっぱそのスポーツとかやってこなかったから。 馴染むのが遅いんだけど、うん、やっぱりその上手い人イコール運動神経いいみたいな感じもあるわけじゃん。うん、ってことは e スポーツから学ぶ可能性もあるとかね。んか別にこれはなんかそのこれを言った当事者が、まあ、何も考えずにゲームをやってるだけじゃないかなと僕は。この人がね、なるほどね、はい あとはコミュ力仲間との会話でコミュ力がつくというものもいるがオタク同士の会話で一体何が成長するのかこれに関してはどう思いますねねこれね、あのー、一個言いたいんですけどオタクじゃない人の方がつまんないからね話、うん、あのゲームとかアニメとかねだけのことを多分オタクって言ってると思うんだけど大体何かのオタクじゃん別に俺好き、まあね、とか例えばそのタレントさんとかでもさめちゃくちゃスポーツ詳しい 野球選手の一人一人の名前、趣味とか全部言えるとかさ、それもオタクなわけじゃん、野球,、うん、野球の。でもその人の話って面白いし、ゲームだって、そのもちろんその e スポーツだけっていうのが e、e スポーツってものがまず若いから、文化としてだけど、やっぱりレトロゲームとか超詳しい人とか話面白かったりするじゃん。うん、なんかこれは、まあ、ただの偏見ですねえ。というか自分が、うんなんか そのゲーム一人でやってる人なのかなっていう、ね、ああだからそのインウスとゲームインウスとやったことしかない人イン一人でもあの黙々となんかやることないからゲームやってるのやり方の人だと思うするまあ仲間との会話でコミュ力がつくっていうのもちょっと、うん、それもちょっとよくわかんないけどねそれもちょっとよくわかんないどっちも言ってることよくわかんないのよ <laughs> 全然関係ないコミュ力と会話のなんかか、うん、で別その あと、オタク同士の会話で一体何が成長するのかも別に会話してるからコミュ力はつくだろうしだし別に成長しようとして喋ってるわけでもないしじゃあ逆にそ、うん、ねそのじゃあスポーツの話して成長してんのっていうあなた方はって話なわけじゃん、うん、スポーツを気にして申し訳ないけどねこ,これはちょっとよくわからない,、まあ、いまあ今のところイチャモン2ぐらいイチャモン2ぐらいって言いてますねイチャモン1イチャモン2まあ何も学べないことはないですよね まあ学ぼうとしない人はそうなるでしょって話よね。次行きましょうか。はい、勘違いしてしまう。特に PC ゲーマーはゲームが強ければ簡単に稼げるという幻想を抱きがち。うん、実際は歌手や声優になるよりも狭きもんで、うん、運よくプロゲーマーになれたとしても選手寿命は AV 女優より短く、セカンドキャリアも絶望的。<laughs> <laughs> さあ、ちょっと待って。 この,俺この人知らないけどさ顔も名前も仕事も知らないんだけど、うんうん、えこの人は歌手と声優と AV 女優に詳しいってことわ <laughs> かんないけど狭きもんって言われてもさ、うん、じゃあ歌手がな年間何人その専門学校入って何人プロを目指して何人しかなれないとか声優ももちろんだしで、うん、AV 女優の人も平均のなんつうの稼いでる期間なんてさどんぐらいとかもわかんないわけじゃん、うん、いやまあ まあ唯一分かることはたぶん e スポーツに一族滅ぼされてるやつ村がわあ焼かれてうわーっつって目の前にドーンとて下がったミサイルに e スポーツって書いてある、ね e、スポーツった <laughs> <laughs> それで「俺は絶対復讐してやるの人」<laughs> っていうことだけっていて <laughs> ことだけ分かってるなんかいやまあ最初の部分言いたいことは分かるよ PC ゲーマーはゲームが強ければ簡単に稼げるという幻想を抱きがち。抱きがちっていうところもさ、うん、そんなこと言われても、いや、思ってる人がいるだけで、うんうん、全員が抱いてるわけでもなければ、目立ってる人がそう言ってんだよね。うん、PC ゲームで、それこそ YouTube やって一山当てようとしてる人を見て言ってるわけじゃん、多分この人は。その人がまず0.2%ぐらいだから、その <laughs> プレイヤーの中の <laughs>。 もっと少ないかもしれないけど。だから、それはちょっとなんか逆に、なんか、先っぽだけ見てなんか文句言ってる感じじゃないそのね。の特に PC ゲーマーはっていうのがちょっと僕気になってて。ね、PC ゲーマーはゲームが強ければ簡単に稼げるという幻想だけがちって、じゃあ他のゲーマーは違うんかな、ね、と思って。普通のゲームだ、PC やっぱ、まあ、対戦ゲームといったら今 PC ゲームっていうのが一番なんか環境的にも、うん、その、なんつうの、ガチ寄りというか。 っていう、うん、多分印象で喋ってるだけだと思うんだよね別にいやだからそれかその一族滅ぼされた時に e スポーツっていうロケットの裏で PC 持ってるやつがいた <laughs> <laughs> PC でこうやってね PC 使ってミサイル撃ってたない、ね、<laughs> <laughs> のやつかちょっとなんかねいや言いたいこの人が言いたいことは分かるんだけどあ、うん、その,そのセカンドキャリアも絶望的ってまあこっから多分整地されていくもんだからそうさっきも言ったけど e スポーツがまず若いからねまずうん、うん、っていうのもあるけどなんかちょっと あの、うん、感情が前に出すぎたね。んうんうん。なん,かなんかまあちょっとまあ一族滅ぼされてます滅ぼされたんだろうね。まあまあ仕方ないですけど、<laughs> まあ次行きましょうか。はい、えまだあります。はい、えー、青春の無駄遣い。<お>青春の思い出としてはあまりにもチープ。 スーファミア64で遊んだレトロゲーム世代なら友人の家に集まってお菓子を食べながら共に笑い喧嘩した思い出が生涯生き続けるが暗い部屋で毎日何時間もキーボードをカタカタやっただけの記憶などおじさんになったら誰にも話せないし思い出したくもないいやわかったこの人ね e スポーツに一族殺されたんじゃなくて、うん、e スポーツで一族を殺した方だこの人は。<laughs> やってしまった自分が悔やんでる。<laughs> 悔やんでるわ、今。悔やんでるんだ。自分でまあでも、こんだけ言うってことは何か、自分が e スポーツに触れて嫌な目にあったんだろうね。うん。ってのはあるけど、青春の無駄遣い。青春のまず思い出になるレベルになってないから、<laughs> まず、スポーツやってた人が。うん今、だって e スポーツって言葉がまずできてから10年経ってないでしょ、まだ。下手したら。 まあそうですね、e スポーツ自体はね。高っなぐらいでしょ。うん、でせ、なんつうの、世間が注目して一般の企業とかも参加し始めたなんていうのも5年前とか6年、4年前とかでしょ。そうですね。で、今なんか、一瞬がどうたらこうたらあれでもな。いや、だからマジでな、なその炎上商法みたいな、まあ、前のゆず派じゃないですけど。うん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 。なんかそれと似た感じは ああまあだから、攻撃的トゲトゲしく言えば注目してもらえるってことか。うん、うんうんうん。ああ、だからやっぱ、スポーツやったのに注目されなかった人なんじゃないその狭き門って言って、狭き門に弾かれた人なんじゃないいやそ、あと、スーファミア64っていう例えが、うん、ちょっと昔もうやっぱり俺より年上り。俺より年上。俺らぐらい。夫人さんぐらいやっぱ。<laughs> 30代前半から中盤ぐらいの人だから <laughs> ってことは俺はそうだと思う27ぐらいで e スポーツ始めて<う>で若い子に勝てなくてダメになって辞めた人みたいないやそうそうなんか生配信のコメント欄とかでもなんかお前それ年バレんぞみたいなコメントくるじゃないですか <laughs> 最初に出るのがゼルだみたいな <laughs> <laughs> ムジュラみたいないや昔やったゲームだムジュラでつっとあれ年バレんぞお前 <laughs> みたいなじゃあ同じぐらいだなってね いやちょっとそれはなんかねあるな、うんあ。でもしかもスーファミア64で遊んだレトロゲーム世代ならとかって言ってるけどそれも別に遊び方なだけであって、うん、別に PC で e スポーツでハマってさ e スポーツカフェとかまああるわけじゃん。うんで,あ,、ね、であと大会今もさ俺実はさっきあの バンパイアセイバーって最近やってる格ゲーの大会を、うん、そのあるとある漫画家さんがその大会を開いてやってるのを見たけどそれだけでも楽しいしその見ながらそれこそなんか誰かとこう共有したりとかできるだけでも楽しかったりするしだ、うん、<や>からこの人が言ってるのは、うん、簡単に言うと「集まってなんかその喧嘩したりとかお菓子を食べながら共に笑い」とかいうのがまあ普通だった世代。 で、ま、今なんか正直もうコロナとかで会えないし。そうだね。簡単には。基本ネットで遊ぶのが、まあ、当たり前になってくるから。まあ、この人たちの青春は、そういう時代だっただけであって。今は、今の青春のあれがあるわけじゃないですか。そうだよね。別に、その黒板、なんか、その。学校で黒板書いて、それを写す世代もあれば、それを写真撮るのが普通の世代もある。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。っていうだけの話を。 この人は多分いや昔の方が良かったよって言ってるあ<ー>まあその典型的なおじさんなんじゃないかなと僕は思います典型的な解雇主義というか、うん、解雇中というかねその<ー>若い人たちにその理解を何て言うんだろうな理解できない若い人たちに歩み寄れないタイプの人おじさんなんじゃないかなと僕は思いますうん、うんね、まあまあそうだね多分やっぱ自分 が入り込めなくて悔しくてっていうのはあるかもね。うん。悲しくなっちゃう。でも、だって最後が、だって単純にキモいって書いてます。はい、あら、ダウト。はい、ダ,ウトダウトです。この人は e スポーツに詳しい人じゃありません。<laughs> e スポーツで嫌な思いをしてやめた人です。はい。つがりました。僕らの推理が。がりありがとうございます。<laughs> 簡単でした、はい。すいません、ちょっと追い打ちの、追い打ちになりますけど、この人のアカウント、へあの説明欄、YouTube の変態。 翻訳と DBD と Apex はい <laughs> e スポーツ大好きです。<laughs> お疲れ様でした。Apex でやっぱイラチンになっちゃったんですかね。ねええ Apex でイラチにして DBD でもなんか勝てなくて嫌、はい、になっちゃったという方ですね。うん、やっぱその、えー、Apex でイラついて DBD に帰ってやっぱあーやっぱ DBD って e スポーツっぽくねえなよかった、はい、よかったってなってるタイプ。で動画も上げてるので、えー、まあ。 いやー、もうほんと、ヒカキンさんなんか可愛いもんっすよ。<laughs> ヒカキンさんは自分の感情を表に出しただけだからね。まあ、表に出しただけだから。そ,うそれな、うん、そのいろんな復讐しようとかね。いやもうねいろんな方向に刃物向けようっていう方じゃないですか。まあ、ぶっちゃけたら本当にさっ,さっき言ったけど、ゆっくり、えー、なんだっけ、ゆっくり衝撃症じゃなくて。 はい、ゆっくり茶番劇。茶番劇と同じですね。やってることは。はい。まあそんなんばっかっすわ。第二のゆずは。第の炎上でしか伸ばせないと思って炎上にすぐ手出すやつばっかっすわ。<laughs> あん、ね、まあでもなんかこの人他のツイートというかこれに対しこれ自分で上げてまあ今伸びて、うん、それにこうなんかリプライでやっぱ PC ゲーマー怒ってますねとか。 わちゃわちゃ言ってるわけですよ。うん,う,んう,んうん。だまあ、やっぱ一個残念なのは、やっぱその、反応してしまうこと。まあ僕らもラジオで取り上げてるけど。もう俺らもラジオで、ね、<laughs> 取り上ってるけど、やっぱりあんまりこの、なんだろうね、やっぱ炎上した時きに、うん、構ってあげないのが一番やっぱ大事というかね。 いやその俺らがラジオ、うん、いや俺らが一番かまってここ,ここで止めていやその俺らが最後に言ってまあまあ他やめろよさすがに悪すぎる,俺ら,る <laughs> <laughs> 俺らは扱うけどお前らは扱うのようは良くない だえだからこれを見てね、皆さんの意見も聞きたくて、うん、僕はちょっとこれを、さん、ね、話したいなと思って。はい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 。別に、こういう意見が悪いってことはないですから、ね。まあ、悪いというか、その弾圧する必要ないよね。うん、本当にこういう意見がありましたっていうのは。そうそうそうこういう意見があって、これに関してどう思いますって話し合うことも大事だと思うし。うんうん、ちょっとでも、一個ずつ、その、なんつうの、ほ、うん本当にそうかをちょっともう一回考えていいあ、いや、いい。不健康。不健康って、e スポーツどうたらじゃなくて、 いやあと俺ねもう健康なんかなもう遺伝子遺伝子 <laughs> いやこれこうやってこういうやつがいいんだよ健康ってのはいう遺伝子生まれつきだって言っちゃうやつがいいんだよいやほんと生まれつきだと関係ない椅子座ってるとか関係ないまああのー、あんま関係ないかもだけど虫歯とかもそうだもんねあのなる人とならない人はもう分かれるしうん、うん、だからやべえちょっと不健康になってきたなを切り替えられるかどうかだからそこって e スポーツ関係ないから別に。 ハマったせいにされしないでほしいんですよ。あと1個、1> うん、プロゲーマーが朝から夜までゲームしてるってちょっと勘違いしてるんすよ。うん、ああ、だからそのもう、10時間とかもう食いついてやってやってるみたいな。そう、それって YouTube 配信者とか、うん、Twitch の配信者とかじゃないですか。うん、しかもそういう企画とかだね、うんそ。そう、ちゃんと19時から22時まで対抗戦やってみたいなスケジュールじゃないですか。短くやってそそのの後はその 研究するために時間使ったりとか、まあ、それこそそれはジャパニーズ小池が詳しいと思うけど我々のだそんなのって普通のスポーツの部活と変わんないじゃないですか,スポ,だからスポーツはじゃあ逆にやってないの2時間練習してうん、うん、はい終わり今日は終わり明日ねってやってんのっていううん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 それは思いますね不いさ不健康ですか僕高血圧なんですけどいやー不健康まあでも e いいスポーツだったからでいうとまあやっぱ地は バロラントやっ,てなかったらなってなったかもしれないけど <laughs> それも俺がちゃんと <laughs>、うん、あお尻ちょっと今日はあのー、お仕事で、まあ、お仕事でその無理しちゃったからお腹痛いのにちょっと無理してやって、うん、ってなったからじゃあ今日はやめとこうにすればよかっただけだから、ね、しかもフイあれでしょ、うん、字の家系でしょお母さんとかも字なんでしょ聞いたことない <laughs> ニュースー俺からかもしれない <laughs> せきやに最悪だ <laughs> まあでもそんなそんな感じだから俺は「いやゲームだやってなければ」って思ったこと一回もないねうんあと僕周りまあいろいろ結構年上の方多いじゃないですか僕らってうん周りぶんぶんさんとか、うん、あそこら辺見ても別に不健康かっていうあ鍛えてる人は鍛えてるし鍛えてない人は別に鍛えたくないから鍛えてないだけで、うん、鍛えてないっていうかその痩せてん 太ってもいいやって思ってるから太ってるだけでなんか特質 e スポーツとか関わってるから別に周りが太ってるとかはあんま思わないっすよね別に関係ないかな、うん、何背高いくてめっちゃスラッとしてかっこいい人とかもいるしねうんうんうんそこ,こは関係ないじゃんどっちもスポーツは体を動かすから必然的に痩せるは分かるけどねうん、うん、分かるか不健康はま自分のせいだと思いますポ、ねね、ーツとかね。これはね俺には当てはまってるけどそうそれを<あ>なんつうの あのー、嫌だと思ってるかどうか。嫌ななら別に変えればいいわけじゃん。あとゲームする前から太ってたしね。そうだ、こいつ。<laughs> e スポーツのせいじゃないから。そう e スポーツのせい e スポーツを言い訳にし、<laughs> できるようになあっただけだから、今。そうできるようになっただけ。<laughs> <laughs> いや、まあ、仕方ないんですよ。配信するから仕方ないんすよって言ってるけど、も <laughs> ともと太ってるから、<laughs> 俺。 深夜徘徊してる時間に別にダイエットすればいいからな。ダイエットすればいい今な。やってますとおり。<laughs> だから不健康は分かんない。違うと思う。まあ分かんないも。次は何も学べない。だからこれもさっきまあ話しちゃったけど、うん、裏だから、なんつうのっていう、悲しい知識量しかない。だから e スポーツしかやってない人じゃん,、うん。一つのゲームしかやってないから、ダメなわけで。別に e スポーツやってさ、例えば、例えばだけど、バロラントってハマった。 銃銃がかっこいいなとと思ったから銃調べてみると実銃どんなのがあるんだろう調べてみるとかさちょっとこういやでも別に付随した他のことを付随したものを調べるとかじゃなくて別にそのゲームを e スポーツ e スポーツとしてやってる人たちってうまくなりたいからやるわけじゃないですか反復練習したりとかそういう練習の仕方 <laughs> 上うまくなり方っていうのをその身につければ別にどんな分野でもいけるんですよ。 まあ確かに反復練習がなぜ大事なのかとか、あとはその人と一緒に遊ぶのが大事なのかとかね、そういう部分でまあ知っていけるし、それを分からずにやってんのはさっきのヒロチンの言ってたみたいに、うまくなろうとしてない本気で。だから、それは別に関係ないでしょって話だよね。学べない。それは学ぼうとしてないからっていう,う。んだから結局、学ばなかったからこの人も負け続けて、今こうやって書いてるわけだよね。なるほどなるほど。 まあ単純にキモい。<laughs> もう飛ぶね、単純にキモい。そういうことじゃなくて、はい、単純にキモいって言っちゃうからね。はい、はいはい、言っちゃいますからね。まあ勘違いしてしまう。勘違いしてしまう。だからこれはもう、やっぱり、なんつうんだろう、別に幻想を抱いてるっていうよりは、あのー、目指すのは悪いことじゃないし、別に。で、うん、<ス>あと、うん、すぐ入れるしね。 YouTube とかに動画載っけれるじゃないですかそういう意味ではそうあのー、間口は広いんですよ本当に狭きもんかもしれんけどでも歌手だったら歌うまく書かなきゃいけないし声優さんーーだったらまあ声をしっかり出せるようにしなきゃいけないしで,であのー、まあセクシー女ューさんとかはねそれこそまたもう一個ちょっとこう自分を表現する必要があるわけじゃないですかっていうものもある中で、まあ、ゲームっていう趣味のものから始めたらでやってみたらあ意外といけたとかもあるかもしれないからうんうん かそう別にそこ、なんかそんなこと考えてやってないと思う、別にみんな <laughs>。うん、なんかそんなやってないですよね。やってたらプロになってましたみたいな。<laughs> そうそうそう。だし、自分の、で、ほら、プロも口酸っぱく言ってんじゃん。なろうとしたわけじゃないとか。う,う,うん。なあの本気でやってたらなってたんだとか。プロゲーマーになるためにゲームだけやるっていうのは違うぞっていうのはもう今、注意喚起をしてるわけじゃん。うん。勉強しろよとかさ。だから、これもだから、この人が多分、周りで出会った人がこんなやつだったんじゃない ルイ、ねうん。俺プロゲーマーになろうと思ってんだっていう下手な人と一緒にやって自分の方が下手で負けた。うん、はい、簡単です。<laughs> えー、どんどんなんかロンパーパしていくる。ヒロイキホ俺は痛い考えを持ってるから痛い考えはすぐバレるからな。お前らの。<laughs> <た>自分と照らし合わせて。あ、こいつそういうやつなんだ。優しいやつにはバレないよ、確かに、うん。そんなこと思うわけないと思うから。うん、<laughs> 俺にはバレるから。 裏裏の裏見てるからね青春の無駄遣いね。この青春の無駄遣いなんてさもうスポーツしてたらみんなに仲良くしてもらえるとか普通のなんかまあその公よくある趣味にしてたらみんなが楽しく一緒に喋ってくれるとか。 その時点で間違いじゃん。別に自分で e スポーツ、例えば何でまあバロランとか毎回出して申し訳ないけど、バロラントやってたら、バロランとをうまくなりたいでも始めて、うまくなるためにいろんなコミュニティと話したいってなった時に、別に自分でさ、ディスコードサーバー作るもいいし、ディスコードサーバーに参加して、一緒に対戦お願いしますって言うのもいいです。うん、まあそれこそ、まあ、コロナ禍じゃなかったら、その e スポーツカフェとかっていうのはね、うん、今、結構そうなんでね。あのみんなで集まってやろうとかもできるわけじゃん。うん それは別に自分で作らないだけだから、別に e スポーツ関係なく陰キャ、ンキャです、これは。陰キャの、<laughs> あのー、特徴です。陰キャにな,ら <laughs> なってはいけない理由です、これは <laughs>。<laughs> インケアになってはいけない理由、青春を無駄遣いするから。ええ別インケアも別一人で例えば家でなんか遊んでる、それが別に青春の人はいますから。それはそうでよくないよこの人。この人はねあいや別フジさんは。俺も今インケアだっつって言ってたけど。この人に牙向こうとして。俺いろんな人に今ハマの向けちゃってるから。いやそう青春なんか人それぞれだからね。 確かに、だからそのみ,みんなで遊んで、みんなで一緒に集まってゲームするのが嫌いな人もいるし。うん、確かに。ぶっちゃけ、その、まあ、コンプレックスに感じてることがまず間違ってるというかね。その、一人でゲームやるとか、うん、一人でなんかするっていう。うん。それが楽しかったならそれでいいし、思い出として。うん、でその話もできるじゃん。俺、うん、一人でめっちゃゲームやるの好きでって。うん。うん、なんか、だからこの人はだから趣味がないんです。悲しいことに。うん、あれ、はい、人に誇れる趣味。 がないんですでもそれはこの人が勝手に人に誇れないと思ってるだけなんです、はい、だから周りの目ばっかり気にしてるとこうなるんですよ嫌なところからみんな正面から殴りてるねいい嫌なところからなんか自分で続いて。ウーファみたいな64を一人でやってたんだって言ってもさあ一人でやってたの何やってたのってなん,ちゃなんちゃらをずっとやってたんだあ,あれ極めたのって話できるのにやっぱそれを言うのがカッコ悪い自分はそんな風に見られたくないっていう劣等感でまあ他者に攻撃しちゃったっていうね富士山、はい フー<ん>さんがれてる全部俺に当てはめようとしたらできるよ別に <laughs> いいよ消したら俺みたいになるよスポーツにはまったらいけないですあかんなるっ,ってあかんなっちゃうからっっ <laughs> 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 いやだからこれもやっぱねいろいろこういう意見もありますけどもはい最後単純にキモ持はもう全然完全に悪くししねうん。なるほどねいやまあ e スポーツ に対してってっいうよりは何かに何かを本気じゃないのにそれしかやらないってやっちゃいけない理由だと思う俺全部本気でや本気でって別にそのプロゲーマーになるとかプロになるじゃなくて好きだからやるじゃなくて、うん、それこそだからみんながやってるからついていかなきゃとか、うん、そういうのでやるとそれは全部こうなると思う,うん、うん、何でもねでもそれがこの人は e スポーツだったからこうやって書いちゃったみたいなことだと思うから 俺はなんかその、まあ、e スポーツっていうかまあゲーム、うん、まあ悪く言われるのはちょっとね侵害というかあれだったんでまあ全然 e スポーツハマっていいしハマって別挫折すればいいだけの話だしハマ、うん、るってどうやって遊ぼうじゃないからねもうこれもやりたいこれもやりたいってハマる前に、うん、そのハマってはいけない理由っていうのを見てハマんないんだったらそれはあれだしまあそうだねそれもあるね気づいたらハマってんのよ どうしてもやりたくなっちゃうのがやっぱ趣味だから<う>趣味とか好きなものだから面白いんだったらやるべきはい面白いならやればいいし、うん、こういうのを見てさっき言ったけどちょっと嫌だなって思,う思ってまあ触れてみてそれでね、うん、これ見た上で触れてみてあでも面白そうじゃんだったら別にやればいいしうんやればいいっていう話だと思いますそうだね、うん、でもみんなみんなは構わないでっていうことですよね藤さん 俺らもこれ取り上げるけどみんなはもうかまっちゃう俺が取り上げた理由はみんなは絶対に構うね <laughs> それが一番こいつに効くからっていう意味の <laughs> そのための今拾い上げたからこれに絶対触んなよ危ないぞっていやあんた触ってるでしょだから今俺触って見せなきゃ見せれないだろ俺が最後だ俺が最後だ <laughs> <laughs> あよかった、でも、富士山とこういう話ができて、うん、僕はよかったです。いやいや、これはね、やっぱこういう、なんていうの、ぱっ、うん、と見で、え、そうなのって思われちゃうこととかを、別目線のことを、話を聞くのも大事ですから、すごく。うんうん。はい。なんでね、これを聞いたえ皆さんも、e スポーツというものにね、どんな思いがあるのか、コメントいただけたら幸いでございます。お願いします。というわけで、本日のお話は、お眼鏡に叶いましたでしょうか。また来週お会いしましょう。さよなら さよならー。頑張ってね、学校。暑いからね、気をつけてね。会社もね、うんうん。あの、水、水じゃなくて麦茶がいいぞ。緑茶は飲むねよ、緑茶は。あれ、あれ、利尿作用あるからな。長いな。